思うまいケーキ屋さん。すいません、あの名古屋の中京テレビってテレビ局の思うまい店って番組のものなんですけど、はいはい、今この辺で美味しいご飯屋さんとかケーキ屋さん探してまして、ええ、もしよかったら今日店内の様子ちっちゃいカメラで撮らせてもらったりとかご飯食べさせてもらったりとかできないかなって思うんですけど。では、まあ、突如、うん、そういうのじゃない。ちなみにこのお店のおすすめってどれ、何になりますか？まあ別に今のところおすすめだもなんだも喫茶の場合はね、うん、まあないっていうか、ナポリタンショーとパフェもあるんですね。はい、フルーツパフェをお願いします。大丈夫ね。いや無理やり食べさせて、あとフルーツパフェだってから注文したんですよ。ありがとうございます。懐かしいっていうお客さん、これおいくらですか？これ、はい、250円。なんだけどね、うん、でもそこなんですよ。ありがとうございます。すごい。さあいくら。また今早くからね。カフェはおいくらですか？おいくらですか？今ユーブラインのアイスクリームですから2位なんですか？うん、だからこっち勝つと、うん、まあ、パフェよりもケーキ一つ食べてもらった方がいいのかなっていう気はするけどね。、うん、パフェ終わった後ケーキもちょっといただきたいなと思うんですけど、ね、いいですか？どうぞはすごいお腹空いてるんで、はい、そうです。 ありがとうございます。すみません、はい、ケーキもいただいちゃいます。美味しそう。このケーキ一つおいくらですか？今110円値上げしようと思わないんですか？値上げしようと思わないんですか？何回も思う。何回もしてきた。してきたんですか？思うまい。すでに値上げ済み110円ケーキ。時間なくなって。持って行くんですか？このお店どこだ？宮城県登米市にあるスイートショップ小野さん。全部コウさんの手作り。全部、ね、ここ あるやつは全部。ここなんか おすすめのケーキありますか？いちいち何でも食べそうだよね。何でも好きです。もう何回くらい来てるんですか？あの高校生の時から。お小遣
会って決まってるじゃない、うんうん、その中でってなると来やすいでしょ。昔と今違うからな。もうちょっと前のような気するんだけど、鎌倉の感覚屋さんってね、民族大使の時にめんどくさいですか。雑なんだけどよくこんな怖い仕事するねって私思えないだろうけどね。お味どうですか？美味しいです。甘くなくて美味しい。この味食べて安心するんだよ。いつもかなこの辺、まとめで下の段の、はい、下の段買ってるんですけど、はいはい、おすすめはこれですね。モカケーキ、はい、俺はこれが好きですね。けど今日はちょっとリッチに、今日はリッチに。そうすると空気に触れないから。このケーキおいくらですか？110円の、うんうん、じゃあどうぞ、コーヒーどうぞ。ありがとうございます。あ、オレンジ茶はあまり嫌だから少しだけ。 ありがとうございます。もう少しで冷たくなるとね、どうしても美味しくなる。めちゃめちゃ暑そうなんですけど。え、暑そう。うんうん、暑くないよ。暑くないんですか？うんうん、もうすぐ冷めるから、はい、ね、もうのちょっと砂糖が入れるから。あ、砂糖入れます。はい。え、あ、もうすごい、うん、暑くないんですか？だいぶ俺はね。こっちいる。ミルク、これはミルクです。ミルク、 ありがとうございます。カフェオレとはまた違った味になるから。あっつ。今日お父さん誕生日なんでケーキ買って帰っていいですか？お父さんに届かないよ。じゃあベリーベリーショート一つお願いします。はい、はい。